さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ゴールドプルーフ先頭、 MI ブラン迫る、内から一気に MI ブラン、ゴールドプルーフ、ゴールドプルーフ1着、2着にはどうやら MI ブラン。これが地方の実力だ、ゴールドプルーフ。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、モンローシンガー。これはいいスタートを切りました、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくモンローシンガー行きました。続いて前へ行くのは輝きローマン、さらにはスカーレットホース、9番ゴールドヘッド、その後ろ。それでは先頭からこの辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。先頭に戻りましょう。ゴールドヘッド先手を取りました。その隣にサファリヒット、内からは博多ビッグワン、その外からモンローシンガー、その隣にオースミジェット、その外からドナコロナ、黄色の帽子、ペセウスフリーゼ、その後ろ。すぐ隣にホットアトラス、内からはトシボイス、赤の帽子、エアンチャート、その後ろ。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は輝きローマン、2番手は博多ビッグワン、オースミジェット、3番手大外からピンクの帽子、ウイングアロー、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、輝きローマン先頭、差はほとんどない。2番手はゴールドヘッド、先頭を捉えるか、ウィングアロー抜けた、ゴールドヘッド追いすがります。先頭はウィングアロー、1着でゴールイン、ウィングアロー1着、2着にはどうやらゴールドヘッド。やはり中央の馬が強かった、勝ったのはウィングアロー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はデアリングテンザン、名勝ドトー先頭、2番手はデアリングテンザン追いすがる、やはり名勝ドトー先頭だ。残り 200m、 名勝ドトー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマチカネ金の星、名勝ドトー1着、名勝ドトー完勝、名勝ドトー1着、2着はマチカネ金の星、名勝ドトー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のアイドルカラー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、メジロエイト。これはいいスタートを切りました。待ちかね福来たる、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてフリート生還行きました。これに続いて待ちかね福来たる、その外にメジロエイト、その外から光サーメット、内からは防衛コスモス、早瀬メドウ、そのうちに続いています。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは待ちかね福来たる、並んで12番、防衛コスモス、待ちかねデジャブ、この馬もこのグループ。その外に玉もいなずま、たやすめどう、そのうちに続いています。その外にロードアックス、その隣にエアドライバー、その横にフリート生還、ステイゴールド、いい位置です。その外に北海ルソー、並んで17番、光サーメット、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から、先手を取ったのはロードアックス、防衛コスモス、それに続いています。マチカネデジャブー、すぐ後ろ、その外にフリート生還、黄色の帽子、マチカネ福来たる、その後ろ、その外にエアドライバー、白の帽子、ステイゴールド、いい位置につけました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のステイゴールド中段につけています。ロードアックス前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。防衛コスモス先手を取りました。その外からアイドルカラー、内からはロードアックス、青の帽子フリート生還、その後ろすぐ隣にメジロエイト、並んで15番、玉もいなずま、その外に早瀬メドウ、マチカネデジャブー、そのうちに続いています。これに続くのがエアドライバー、京都競馬場3コーナー坂を上り、そして下っていきます。先頭は依然として防衛コスモス、アイドルカラー、ほとんど差がありません。林メドウ3番手、ステイゴールド、この位置から届くのかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は林メドウ、メジロエイト、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってアイドルカラー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアイドルカラー、残り 200m、 先頭はフリート生還、ステイゴールド先頭です。このまま押し切るか、ステイゴールド差し切った。2番手はエアドライバー、ステイゴールド今ゴールイン、段違いの強さです。ステイゴールド1着、2着はエアドライバー、これが世界の実力だ。ステイゴールド